へえ、この島の男たちは皆屈強な体格をしているな。ああ、ここはドラフ族っていうごっつい連中が多いんだけど、もしかしてドラフ見たことねえのか？そうだな、あれくらい鍛えているやつなら知ってるが、角が生えたやつはあまり見たことがない。の中でも特にでっけえぞ。いや、やつはドラフじゃない。見間違うのも無理はないが、この胸の傷忘れたとは言わせん。今日こそ貴様をこの帝王の手で仕留める。覚悟するがいい。サガット、なぜだ、なぜ憎しみで拳を曇らせる。リュウさん、また魔性みたいな変な感じがします。きっとこの人と話をしても。そうだ、問答など無用、行くぞ。Are you ready? Fight! リュウ、この胸の傷の恨み、俺は勝って兜の王を締め。リュウ、この胸の傷の恨み、殺していくぞ。俺はさて、戦いの後。金を餌に強者を集めてみれば思わぬ収穫があったわ。ベガ、竜、そして聖章の力を刺激する青の章以上よ。貴様らもこの男と同じく、このベガ様のサイコパワーで憎しみの傀儡としてやろう。そしてこのベガ様の新しい肉体として迎えてやる。光栄に思うがいい。バカな、サガットがサイコパワーに屈したなど。甘い、甘いぞ竜。科学、魔術、そして錬金術、ありとあらゆる手を尽くし増大した我がサイコパワーは以前の比ではない。
サガットごときを意のままに操ることはもはや造作もない。無論貴様も同じだ。龍、そう龍、そして青の修士よ、おとなしくその体を差し出せ。てめえ、ルリアが簡単に捕まると思ってんじゃねえぞ。オイラたちは帝国とだってやり合ってんだ。てめえなんざ怖かねえや。はい、怖くありません。教えておいてやろう。このベガ様に立てつくのは勇敢ではなく、そこの小娘とはトカゲ、邪魔をするなら貴様らとて全力で叩き潰してくれよ。悪の力を思い知れ。憎しみを力に変えたところでそれを本当の強さとは呼ばない。まだわからないか。鍛え抜き、自分を高めてこそだ。団長はそれをよく知っているぞ。ベガ、お前に俺たちは倒せない。行くぞ団長。じゃあバトルハスベガファイ。このベガ様が相手してやろう。まだサイコパワーは無限だ。ダイオーだぞ。だってカブトの王を締めよ。 Let's keep it up! ファイ。このベガ様が相手してやる。これで決める。我がサイコパワーは無限だ。ダイオー。この私、You win! さて、戦いの後君を力とする限り、ベガ、お前は俺たちに勝てない。面白い。やるではないか。これは思わぬ瞬間だ。この空域における我がシャドウ、もう一つ増えたと。あな、あの割れ顎消えちまったぞ。もう魔性のような気配も感じられません。どこかへ行ってしまったようです。しよう、結局何だったんだあいつ。すごいお金持ちで強い人を集めていることしか分かりませんでしたね。きゅーい、用心棒の仕事の話はどうなっちまうんだよ。なかったことにですかね。たく、よろずやも依頼者の身元ぐらいはっきりさせとけってんだよな。なんか振り回しちまったみてえで悪いな、赤鉢巻の兄ちゃん。いや、この辺りは知らないことが多いからな。いろいろと見ることができてよかった。何より団長、お前の戦いを見られたのが一番の収穫だ。お前はもっと強くなる。いつか拳で語り合おう。
本気でな。でよ、オイラたちよろず屋に文句言いにルーマシーに行くけど、赤鉢巻きも一緒に行くか？ああ、もちろんだ。次に出会うのはどんな相手か楽しくなってきたな。やれやれ、報酬も出ねえ戦いだったってのにケロッとしてんだもんな。